ステップオーバーした。ここでタップアウト。どの局面でも勝負できると思うんで、その全部混ぜてミックスした一つの作品として見てもらいたいなと思うんで。最後だと思ってるんですよ。ライジンの舞台で最後選手生活として終わりにしたいと思ってるので、何試合できるかわからないんですけど、最後戦ってみたい選手がライジンにいるっていう。充実界の鬼人クレベル小池、充実黒帯の世界選手権メダリスト、 MMA でも海外で実績を持つ真の実力者は兄弟分のサトシに導かれ、ライジンデビュー。2試合連続での鮮やかな一本勝ちで格の違いを見せつけた。次でみんなびっくりした、彼が絶対タップやるから間違いないです。もうタップしないが壊れちゃうです。見たい見たいって結構俺のとこでも声が届いて、大晦日ってやっぱ特別じゃん。そう、大晦日に出れる人って特別じゃん。でも俺の中で大晦日で特別ってのは1年間頑張った人たちの特別な場所だと俺は思ってるね。金原正則 VS クレベル小池。